ありがとうございます。日本維新の会、私が衆議院議員の古間譲郎です。本日横山大阪市長と一緒にお答えさせていただいております。大阪議会に同期横山市長と私は大阪議会に同期であります。2011年から大阪の改革さまざまに進めてまいりました。まずは政治家自身のあり方から変える改革さまざまに進めてきました。先ほど横山市長が申し上げましたように議員定数の削減、議員報酬の担当、そして特に私が横山さんと一緒に取り組んだ政策、これが議員の口利きですね。これをしっかりと明らかにして公開する制度、これを進めてまいりました。大阪では今カジノを含めた商工型リゾート、この誘致をしております。カジノを含めた統合型リゾート、ここを進める大阪の局 IR 推進局という局なんですけれども、ここに対して政治家が口利きをした場合、それをインターネットで3ヶ月ごとに公開する、こういったですね、法制で透明な仕組みを大阪で作り上げてまいりました。口利きという政治家の特権をなくして、そして法制で透明な仕組みをすることで IR 事業、今海外の企業や日本の大手企業が1兆円もの投資をこの大阪にしようとしております。公正で公平で透明な仕組みをすることが大阪の成長にとって大事なことでございます。実はこの豊田さんの周りでもその仕組みに作り上げております。大阪国際空港、かつては役所の利権がございました。まずは政治家自身のあり方を変え、役所の利権をなすことで大阪国際空港も今民間会社がものすごく向上して、過去と比べてどうですか、大阪国際空港たくさんの新しい要請がどんどん出てきて、飛行機を乗るためになるので楽しみに行けるような場所に今変わっています。関西国際空港と総合に民間会社空港のいわゆるコンセッションというものが始まってからは、大阪が世界一外国人観光客を伸び、これ2年連続で達成するような状態になっております。法制で公平な仕組みを作る、不透明で手こぎきを作るような仕組みをなすことで大阪国際空港を発表してまいりました。隣万博記念公園もそうです。かつて大阪府の公園は大阪府の天下りならないとならないと言いたがられたら運営をできないような、そんな仕組みがございました。その仕組みもまずは政治家自身の在り方を変え、そして民間会社が交渉できるような仕組みに作ってまいりました。その結果、万博記念公園、今吉本をはじめとする民間企業が交渉して本当に楽しい公園になってまいりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これまで大阪府の天下り団体を踏まないと取れないような公園でありましたが、今その仕組みをなくして公平な仕組み、公平なエコ企業を作るような仕組みをなくことで、民間会社から交渉して服部良市、今さまざまに新しい予算ができます。先行ランドできてまいります。スケボーパークもできてまいります。そんな風に成長する仕組みを作っていくためには、まず政治家自身があり方を変え、役所の仕組みを変えて、そして成長する仕組みを作っていかなければならないのです。翻って今国会を見てみると、過去から変わらない金権政治の体質が明らかになりました。政治家にお金を渡す人たちのための民主主義が今国会では行われております。これを変えていけるのは我々日本維新の会だけでございます。企業団体から支援を受けない、お金をもらわない、これを法律の中から実践してみたのが我々日本維新の会でございます。ぜひとも我々日本維新の会、そして私グループは常時皆様のご支持をよろしくお願いいたします。大阪でやってきた改革、公正で公平で透明な仕組みを作ることで、日本はもっともっと成長してまいります。ウルマ・ジョージ、私ウルマ・ジョージ、皆様のご支持
ぜひとも国会で大阪の改革をやらせてください。よろしくお願い申し上げます。今年に入り衆議院候補のブルマ・ジョージ、本日は小山大阪市長と共にお答えさせていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。